バルセロナ最新ニュースバルセロナ対レア決勝戦は永遠のライバル対決スペインスターハイスーペルコパデ・スパーニャン準ショーレアルベティス対バルセロナの試合が地時間12日に行われ PK 戦の末にバルセロナがショー収めて決勝進出を果たしたバルセロナ率いるシャビエル・ナンデス監督が早くも勝ち戦に目を向けているとスペイン氏ル。 スマルケが報じている。今シーズンのバルセ。名は、ダゾンフォードコモで。いつでもどこでも簡単視聴バルセロ。は40分、ロベルト・レバンドフスキのゴール。1点リードする、しかし、77分にベティスのナビル。フェキルに同点ゴールを決められた点1、1の間。延長戦に突入すると、93分にバルセロナの案。ファティが勝ち越しゴールを決める。 一方、ベティスも101分、ロレンソ・モロン・ガルシア。ゴールで再び同点に追いついた。118分にベティ。のアンドレスグ・グアルダードが退場し、バル。ロナが数的優位となるが、決着つかないまま PK。へ突入する、そして、PK 戦の末にバルセロナが勝を収めている、先に決勝戦に進んでいたれ。ルマドリードと、 バルセロナは優勝をかけ、対戦することになった。決勝戦の相手につい、レアル・マドリードとバレンシアのどちら、戦いたかったか質問されると、シャビエル。デス監督は、私は常に最高のものを打ちま。したいと思っている、現時点では、レアル・マド。ドは最高のクラブの一つだ、だから、大歓迎だ。と語り、永遠のライバルともいえるである ドリードとの対戦を歓迎している。両関連機。